はい、なんか知らないけど、じゃあ俺がマイクを持ちますんで、ただもうレナさんの実況が上手すぎて、この俺のド素人ゲーム分かってない実況でいいのかどうかわからないんですけど、このまま引き継いでレナさんのアスナ対ユッキーさんのアスナですね。どちらもアスナ対決、今回アスナが多いっぽいですね。アスナ1、2、3、ごめんなさい、3人です。シャナが1、2、これも3、トモカが1、2、3、3人ばっか。黒雪姫1、しずお1、みゆき1ですね、キリト1。結構ばらけてるとか偏ったのかな、キリノがいない感じですかね。あ、じゃあちょっとマイク変わります、すいません。はい、はい、さっき試合してたシャナです。いやー、大会初めてだったんですけど、ダメですね、もうガタガタです。あ、はい、じゃあ仕切り直して今の試合を見ていくと、加賀高校が当たってパワーブラストを当てたのが、ユッキーさんのアスナですね。皆さんのアスナがうまいことジャンシーを刺して、ここはゲージを吐かずに仕切り直し、ユッキーシーからアスナ、技名があんま分かんないですよね。ここでマザズラザリオを刺してダメージを取っていくのはユッキーさんのアスナ。置き攻めが加賀高校が切り札を使うが当たってしまって、もう一度マザズラザリオ、これで体力を逆転するが、レナさんのアスナポテンシャルが発動して、ここでダメージを、あー、ゲージが 2AB からエリアルからこのコンボブラストを吐くものの当たらず、レナさんのアスナがエリアルからダウンオレッジで、これは死にきらず、ユキさんのアスナがタッチを刺して、まずは1本取っていく第2ラウンドです。レナさんのアスナがハイジャンプから強気に 4AB 越したところに、ユキさんが 2AB を刺して、これは当たらず飛んでって刺したところに空対空でうまくジャンビを刺していく。加賀高校がね、波動初期からずっと強いって言われて、結構対策進んだと思うんですけど、それでもまだ強いですね。ここで切り札は外したものの、うまく画面端に追い詰めているのがレナさんのアスナ。ゲージ入ってダウンを取って黒猫を重ねて、今のは投げ釣りかな、ダッシュからもう1ゲージ、しかしここで切り札が当たってしまって、こちらの切り札は投げられてしまう。これはマザーズラザリオ決まったでしょう。勝ったのはユッキーさんのアスナです、おめでとうございます。安心して、県内ならどんな攻撃を受けても HP を取らない。その代わり県内戦闘は恐怖を刻み込む。
私に任せてもらえないか。トリュウを置いてスイッチ。今の私は聖天使髪の毛。そこそこだ。そこ。できれば使いたくなかったので闇から逃れられる。私に任せてもらえない。煉獄の炎に焼かれます。カタクもやってくれた。そこ。私に任せて闇かけてもらう。それマーガス行くわよ。行けるわ。神は絶滅しよう。やあスイッチ。どのレベルじゃ俺に傷一つ。勝利ならたやすい。たかが数値が増えるだけで無茶な差がつく。それがレベル制 MMO の理不尽さというものだ。ゲイオーブ。